はい。今日ですね、大変なことが起きまして、ロフトがある、ここ、この階段でね、はしごで、ロフトの上に、結構段ボールが積んであるので、それをちょっと取ろうと思って、登ったんですけど、でですね、そこにある、マムシの、マムシ以前買った、1万円ぐらいで、確か、購入したマムシの、1.8 リットルのお酒をですね、誤って落としてしまって、で、それだけだったらまだあれだったんですけど、その落ちた、ここら辺に落ちたんですけど、ここにあった、8リットルの梅酒の、瓶ですね、8リットルの梅酒にですね、ドカーンと当たって、で、それも割れて、で、中からもうびっちゃびちゃここら辺梅酒と、マムシの液で、びっちゃびちゃになってですね、大惨事だったんですが、なんとか、全部片足終わったんですけど、下に段ボールを置いてたんで、その段ボールがびちゃびちゃになってですね、段ボールの中に入っていた、ゲームソフトとか、本ですね、攻略本とかもあったんですけど、まあそれが、まあ、多分ゲームソフトはまあいいんやけど、攻略本がね、ちょっとやばいかもしれない。ちょっと浸水して、びちゃびちゃになった。で、ここら辺床がね、なんかね、フローリングみたいな感じなんですけど、だったから良かったんですけど、まあ、なんか、臭い上に、梅酒の香りとなんか、ね、マムシのね、香りがなんかするんですよね、ここら辺。全体ね、もう、びっちゃびちゃになったんで、で、ガラスの破片もめちゃくちゃ飛び散ってですね、ものすごいことになってですね。ので、今日は多分薬日だと思う。多分薬日だろうな。あー、怖かった。いやー、参ったね。ということでですね、残念ながら、以前買いまして、2年か3年だったっけ寝かせる予定だったマムシドリンクですね。マムシドリンクというか、マムシ酒。マムシ酒が全部、お釈迦になってしまいましたんで、申し訳ありません。もう飲めません。ということで、まあ、ここでね、ちょっと報告させていただきます。ということで、まあ、そういうことですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。